ありがとうございますね。オンライン独特のパソコンを通じてるんでね、なんか怪しい状況でございまして、笑い声は聞こえるのにこの拍手だけ聞こえるっていうのも不思議なもんでございますね。初めての現象でございまして、でももう笑い声の方が大事でございますので、ぜひどんどん笑っていただければななんて思っておりましてね。まあコロナがね、広がり始めましてですね、3年間ね、あんまりこうリアルでは落語会できなかったんですけれども、よくよく考えてみるとですね、2月の時に、そうですね、講演会、に行って、それが最後でかなと思ったらですね、3月にですね、子供たち、授業が終わった後にですね、放課後教室みたいなところありますよね。で、そこの子供さんたちがなかなか、こうみんなで、遊べなくなったということで、じゃあ、静かにね、前を向いて聞くんだったら、まあ、落語ならいいんじゃないだろうかっていうんで、落語しに行った、3月に落語しに行ったのが、最後だったんですね。で、やっぱり子供たちっていうのは、やっぱりこう無邪気でね、本当非常にこう笑っていただけるんですけれども、笑うツボがこう微妙に違ったりするんですよね。よくやる昔話でね、昔あるところにおじいさんとおばあさんがおりまして、おばあさんがこう、川でもってね、洗濯を。おじいさんは山でもって芝刈りをしておりますと、ばあさんがこう洗い物をしておりますと、川上の方から大きな芋がこれ落語の場合は芋が出てくるんですね。芋がどんぶらこどんぶらこと流れてきまして、おばあさんそれ持ち帰りましてね、これふかしましたらいい香りがしてきましたので、おじいさんが帰ってくるのを待ちかねてむしゃ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 食べておりましたら、まあお芋さんでございますからだんだんお腹が張ってまいりまして、とうとう我慢ができずに大きなおならをブワーッそれが風で流れて山に行きましたら、おじいさん山で芝を刈らずに草刈った。これよくいろんな会場でね、まあその落語、まあ、小話の説明の時にやらせていただくんですけども、やっぱり小学校1年生2年生ぐらいの子供っていうのは思ったところで笑ってくれないんですよね。もう今の小話やるとね、川上の方から大きな芋がって、もう芋がって言った瞬間に芋じゃない桃、ね、桃だよね、桃だよね、ねえ、嘘ついちゃダメなんだよ、嘘ついたらね、下抜かれるんだよ、なんてわけのわかんないこと言われてね、いやいや、今日のおじちゃんの話はね、お芋じゃないとダメなの、そう、じゃあ分かったから聞いてあげる、なんてんでね、言うんですよ。で、頑張っていきましてね、で、おばあさんがお芋を食べましたら、大きなおならをブー。ここなんですよ、この1、2年生のツボは。ね。おならをブーって言ったら、うわーおならだってさもう大爆笑。ね。で、その後ね、おじいさん山で芝を刈らずに草刈ったって言ったら、シーンってもうね、ほんと子供さんたちのその笑いのツボっていうのはね、もう違うんですよね。そうかと思えばね、小話になりそうな、話してる子だがいましてね、なんかこう、意地の張り合いというか、こう、喧嘩するときにね、相手の親のこと言うんですね。なんだよ、もう、高志くんなんか、もうそんなことしてさ、もう、高志くんのね、お母さんのなんかね、デビソでしょ、デビソ。うるせえな。ゆうきの、お母さんだって、ブスじゃないか、このブスこの、デベソーブスデベソーっつったらね、先生がやってきてね、
兄弟喧嘩やめなさい、なんていうね。ないな。あったりなんかしましてね。まあ、小学生の、まあ、教科書にですね、落語が掲載されてるというね、教育出版ですかね、平成11年ぐらいに。4年生の、まあ、上下で言うと芸ですね、学期ぐらいから取り上げるんですけど、まあ、そのぐらいの時期になると、出てこの落語のこのストーリーがこう理解できるようになるんだそうですね。で、まあ、これがまた6年生ぐらいになると、またちょっとこう思春期みたいになって、こんなくだらないので笑えないよみたいに言われちゃう。ちょうど4年生ぐらいがちょうどよくて。ですから、私なんかも、その小学校でね、まあ、講演の依頼をお願いされるときは、だいたい4年生、5年生ぐらいの、そのぐらいの学年で読んでいただくことが多いですね。まあ、今日はですね、取り上げられた本、作品をね、一作、紹介したいと思うんですけども、ゾロゾロっていう名前なんですね。面白い響きだなって。まあ、この響きだけでも面白そうなんでございますけども。まあ、この話は、まあ、誰が主人公かというとですね、神様でございますね。まあ、日本にはいろんなところに神様がいる。もうね、狐が神様になれば犬が神様になったり、もう人物が神様になったりとか、織田信長公もね、神様になってたり、徳川家康さんも神様、でも誰でも神様になれるわけですね。だから私もそのうち神様になるんじゃないかななんて、思ったりするんでございますけれども。その神様がね、年に1回、10月になりますと、出雲神社ってところに集まるんだそうですね。まあそこでこういろんなことを打ち合わせしたりなんかします。ですから、その出雲のそのところ以外は神無し月、ね、神様がいないから。で、出雲の方は神在月なんてことを呼ばれるんだそうですけども、まあね、私たちもそうですけれども、こう旅に行ってね、なんか楽しいなと思ったら、もう一日ちょっと日にち伸ばして、降りたいななんて思ったりなんかするもんでしてね。あるところの神様も、なかなか気に入りましてね。いいね、やっぱ出雲ね。やっぱり温泉がいいね、温泉が。このね、出雲の方のね、温泉っていうのはね、混浴だってからさ。これがね、いいんだよ。でもね、この間行ってみたらね、若いね、娘さんたちがいるかと思ったら、もうおばちゃんばっかり。おばちゃんばっかりでも、私みたいなちょっと若い神様はじろ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 見られてね、帰っても恥ずかしくなったぐらいですけども、でもまあ、みんなとこう話しながらね、後でこうお酒なんか飲んでると、から楽しいよ。もうちょっと言おうじゃないかな、ってね。まあ、普段がっぽり稼いでおりますから、もう金があるうちですからね、芸者さんなんか呼びましてね。芸者さんっつってもね、出雲ぐらいにいる芸者さんっていうのは、ちょっと塔が立ってたりなんかしましてね。まあまあ、塔は立ってるけど、こう、口上手でございましてね。あらまあ、こちらの方にいらっしゃったの？もう、それだけ、もういる男だったらさ、誰もほっとかないんじゃないの？まあまあ、ちょっとどうぞ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 。嬉しいね、これ。もうちょっとおろうなんてんでね。それがもう一月二月過ぎまして、もう一年近く、おりましたんで、そのうち金もなくなっちゃいましてね。金がなくなるとね、周りの人たちもね、相手してくれないんだよね。ちょっと冗談じゃないよ、金があるうちは、お前、相手してくれるのに、お前、相手してくれないって、これは、あれだよ、道理に反するよ、お前、神も仏もねえや、なんて。じゃあ、しょうがないってんで、自分のお社の方へね、帰りましてね。
いやー、久しぶりに帰ってきたけどもね、ああ、やっぱり一年以上開けてたから、もう中はもう、蜘蛛の巣だらけだね。うわー、汚れちゃったね。おお、この中ぐらいも掃除してくれりゃいいのにね。ああ、やっぱり人間中の薄情だ。お、なんだい？あれ、誰かが掃除してくれてるよ。あ、そういえばね、この中は汚いけども、この神社の中は綺麗になってんだよ。これ誰だい？この、入り口んとこの角んところの、茶屋のじいさんかよ。私はね、あのじいさん好きなんだよ。いつもニコ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 しててね。ありがとうございます。すいません。あれあれ、どうしたんだ？え、こっちに近づいてくるよ。パンパンって。柏で打って。なんか、柏でを久しぶりに聞くと、背筋がぐっと伸びるね。すいません。今までちょっとサボってました。申し訳ない。何？最近？ここのお客さん。参拝客が減って困ってる。ごめんなさいね。いや、私がいなかったもんだから。そりゃそうでしょ。私がいないんだから。いくら頼んだって、何も叶いませんよ。わかりました。もう少しね、参詣人が増えたらいいと。わかりました。おみきですか？いや、ちょっと、しばらくね、飲んでなかったもんね。ちょいただきまして。もうほんとね、わかり、え、な、はい、はい、ちょっと。おいしいね、これ。これ、どこの酒なの、これ。ああ、これ見て。灘の酒だ。ああ、清酒。正宗。もう一本。剣菱。いいですよし。ね。日本もいただいちゃって。いや、叶えますよ。何でも。何を唱えてんの？茶屋にお客さんがなかなか来ない。わかります。大丈夫。私が帰ってきた以上ね、参拝客増えますから。で、わらじが、一年前から、売れ残っちゃった。かわいそうだ。わかりました。売れるようにね、手はずしときますんでね。あとは、おばさんと、仲良く。わかりました。二人仲良くできるようにね、しときますね。あの人真面目だからね。なんとか叶えてあげようかな。よし。自分の力を全部使いましょう。ほうほうははは、イエーイ。なんかよくわからないような神様でございます。まあ、この茶屋のおじいさん、家に帰りましてね。ばあさん、行ってきましたよ。おじいさん、どうでしたか？いやー、どうなのかね。いやー、ここ最近ね、私はね、掃除はしてるんだけれどもね、お社の中がなんかもぬけの殻のようだ。ところがね、私がおみきを届けた途端、なんか、ここくーっとこう、感じるものが。あらまあ。さあ、神様がね、久しぶりに戻ってきたんじゃありませんか。そうかね。いやー、でもね、あの神様大丈夫かね。いや、大丈夫ですよ。ねえ、何か、ご利益がありますよ。そうかね。もう、だって、帰る途中に雨がポロ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 降り出してきたんだよ。ご利益が叶うんだったら雨なんか降らないんじゃないのかい？坂川じいさん、考え方じゃありませんか？雨が降り出したのはここに近づいてからでしょ？お参りしてなかったらもうちょっと先に雨が降り出して、ずぶ濡れになってたんじゃないですか？そしたら風邪をひいて、病気になって死んじゃったりなんか。
ほう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 、なるほどね。そういう考え方もあるんですね。すいません、すいません。はい、どちら様でございますか。ちょいと雨が降ってきたんでね、ちょっとこの軒の下借りたいんですけどもね。どうぞどうぞ、使ってくださいな。ここあれなんか、茶屋やってんのかい？ああ、そうかい。じゃあ、ちょっと、一杯もらおうか。ありがとうございます。ばあさんばあさん、久しぶりのお客さんだよ。上等なお茶を入れてあげて。はい、どうぞどうぞ。ありがとうよ。さすがだね。茶屋っていうぐらいだから、茶がうまいね。ありがとうございます。最近ね、お客さんがなかなか来なかったんですけどもね、いつ来てもいいように、お茶だけはいいの用意してるんですよ。あ、そうかい。いや、それしも酔っちゃったね。雨が降ってきやったよ。ああ、いやいや、ちょっとね、今日ね、履物変えたばっかりなんだよ。と言ってもね、これだけぬかるんでんだろう。履物持ってさ、裸足で行くやあれなんだよ。わらじかなんかないかな、わらじかなんか。わらじでございますか。いやいや、それでしたらね、1年前から売れ残ってるわらじがそこに吊るして、いやいや、ちょっと埃はかぶってるかもしれませんけど、誰も使ってませんので、埃はたいていただければ、新しいものと一緒でございます。おお、そうかい。これどうすんだい？上の方からこうガッと引っ張っていただけると抜けるようになっておりまして。おお、そうかい。これかい。よいしょ。よいしょ。これ、いくらだい？そうですね。8文ですかね。8文かい。よいしょ。じゃあ、ここにね、置いとくよ。じゃあ、ありがとうよ。なんてんでね。足の支度をするってえと、スッと出ていく。ばあさん、やっぱりご利益ってのはあったのかね。久しぶりにね、お客様が来て、1年以上売れなかったわらじが、売り切れましたよ。はい、じいさん。何でございましょう。いや、ちょいとね、雨が降ってからさ、ね、裸足で走ってるってさ、ぬかるんじゃうんだ。すまないけど、わらじ売ってくんねえかな。申し訳ございません。いやいや、1年売れなかったものがそこにあったんでございますけれどもね、つい先ほどの売り切れてしまいまして。そうかい？じゃあこれなんだい、これ。ここにぶら下がってんの、このわらじは。看板かい？看板？あれ、ほら。ほら。ばあさん。わらじがぶら下がってるよ。あれ？もうわらじが売れてほしい、売れてほしいと思ってたから、夢でも見てたのかしらね。これ売り物でございます。そうかい。いくらだい？8文でございます。上からこう、シュッとこう、抜いてもらえれば、取れるようになってます。そうかい。ありがとう。よいしょ。じゃあこれいただいて、なんてんでね。足支度するってえと出てきまして、ばあさん、さっきね、売ったような気も、もしかしたらあれかしらね、持たずに帰ったのか。あれ？ここにも8文があるよ。8文8文で16文か。じゃあ、売れたけど持ち帰るの忘れ、すいませんね、おじいさんいる？何でございましょう。いや、雨が降ってきちゃったんだからさ、ちょっと足がね、ぬかるんじゃって。すまねえけど、わらじ売ってくんねえかな。申し訳ありません。いやいや、わらじはね、今、ないんです。ない？ないって、ここにぶら下がってんだ、なんだい？ありますね。どういうことなんだ。急いでんだからよ。売ってくれ。いくらだい？8文でございます。じゃあこれ引っ張ったらいいのね。よいしょーなんてんだよね。今度はこのおじいさん、出ていくのと一緒にこの天井の方を見ておりましたらね、
しばらくすると天井の裏から新しいわらじがゾロゾロ。見たかい？はいはい、見ましたよ。天井から裏からゾロッと新しいわらじが一つ降りてきましたね。ほら、これ、どういうことか。ご利益かもしれませんよ、おじいさん。今日、おみきも一緒に持ってった。持ってったん？普段だったらね、一本ってとこなんだけど、二本持ってった。それが良かったんですよ。ああ、こら、神様のね、お恵みですよ。大事にしましょう。なんてんでね。この噂が、方々に、やりますってえと、ゾロゾロのわらじって言うんでね、有名になりましてね。神様のご利益があるってんで、わらじを使わない人までも、噂を聞きまして、もう翌朝になりましたらね、もう、ずらずらずらってもう人が並んでるんでございますね。一方、この向かいにありました床屋の旦那がね、なんだよ、こら。祭りでも始める気かい？これだ、な、なんだと、この行列ってな。え、な、な、なに？茶屋の？おうおうおう、ぞろぞろの草履。なんだいから、ちょっと。ほうほうほう。なるほど。おう。じいさんがこう、すっと抜くと、上からこう、草履がずろっと出てくるんだよ。ははは。面白い仕掛け考えたね。おう、ちょっと聞いてみよう。ちょっとじいさん。ああ、これは前の床屋さんで何でございましょう。これ、なんだいこれ、面白いこれ仕掛けじゃねえか。抜いたらこう、ザラザラって出てくるなんて、なかなかだね。いやいやいや、これがそうじゃないんですよ。かくかく近々でね、神社の方にお参りしましたら、そのご利益で。なるほど、あそこの神社。いや、あそこはね、ここ最近ね、参ったって何にも叶えてくれないからほっといたんだよ。ははは、なるほどね、これいいや。ちょいと行ってこよう、なんてんでね。やっこさん。お酒2本持ってったから、叶ったって言うんで、これはちょっと、いっぱい買ってやろう、なんてんでね。4本持ってったんでございますけど、金は半分しかないんでね。質の悪い酒をこう持ってきましてね。よっしゃ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 。よいしょ。神様、ありがとうございます。よろしくお願いします。ほらほら、よいしょ、ほら。うるさいね。ああ、昨日久しぶりにいい酒飲んだもんだから気持ちよく寝てたのに、もうちょっと寝たいのに、なんか、柏での音を聞くとこう、目がふっと覚めちゃう。神様の差がだね。なんだい、うるさいね。茶屋のおじいさんところ、わらじが、ゾラゾラっと出てきて、お客さんが。それよかった、よかった。何？自分のところも、茶屋と同じように、ゾロゾロっと。やってほしい。なんで酒。おお、気前がいいじゃない。4本も。からありがたいね。よっしゃー、これ飲ましてもらおうね。まずいね、これ。酒なのか、酢なのかわからないや。これ、名前は何？清酒正宗じゃないね。清酒正夢？なんまださまさゆめ。ねえ。こっちの方は、白鶴じゃなくて白鳥。なんでこれは、腰の、これ、後の世でね、生まれる腰の看板の元だよ。なんだから、腰の塩梅な。こんなの持ってくれ。まあ、それは、うるさいよ。もうだから、同じようにしとけばいいんでしょ？もう、ちょっと頭痛い。二日酔いで頭痛いんだから、もう、早く帰りなさい。よろしくお願いします。茶屋と同じように、よろしくお願いします。
これでね、うちもね、茶屋と同じように、これ、ゾロゾロってくんで、お客さんがやってきてね、ゾロゾロって来て、帰ったらゾロゾロって、どん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 人が増えてくんだよ。おい、なんだよ、この人は。これ、なんです？なんですじゃないよ。いや、ちょいとね、ひげ当たりに来たんだけどもね、ここの亭主が留守してんだよ。亭主、私、の、な、そんなことはのんきしてる場合じゃないよ。早く早く中に入って、中に入って。中に入りましたら、もうそこの部屋の中にも入りきれないぐらいの人がいましてね。ああ、すみません。お待たせいたしました。一番初めの方は、こちらどうぞどうぞ。どうしましょう。髪の方、今日は髭だけでよろしゅうございますか。うわー、立派な髭でございますな。わかりました。じゃあこれ当たらせてもらいますってんでね。綺麗に研いだ、カミソリをもう、このほっぺたに当てまして、スーッとやりましたら、下の方から新しい髭がゾロゾロ。なるほど。